4月の喧騒と干からびた僕たち、暑さも忘れて走る、誰にも止められない、あどけない横顔と滲むな血の汗、張り付く髪の毛と蝉の声が鬱陶しくて愛しくて、夏の空に溺れそうなほど僕らは青すぎて、でもまだ幼くていいよね。世界が縮まって二人の居場所がなくなる、人助けがしたい。は？人助けよ。困ってる人探しに行こう。いいけど、なんでまた急に？だって明日から夏休みでしょ。答えになってねえし。小読みくんは人助け嫌い？いや、困ってる人がいれば助けるけどさ。でしょ？だったら見つけなきゃ。はいはい。